はいどうも、Gボーイズです。いやーいつもはですね、この Gボーイズですの後にちょっと笑うみたいな、挨拶にしてるんですが、さすがに今回はね、笑うことができません。非常にね、もう辛い木曜日を皆さん、迎えていることと思うんですが、まずはですね、本当にいつも、YouTube 見ていただいて本当にありがとうございます。そしてですね、明治安田生命 J1 リーグ第34節ですね、アウェー味の素スタジアムでの FC 東京 VS 清水エスパルスですね、結果は皆さんご存知の通り、0対4での惨敗と、なってしまったんですが、まず一つですね、味の素スタジアムの方に、スパルスサポーターが2000人駆けつけたんですよね。もう何としてでも FC 東京の、味の素スタジアムに行って、選手の力になりたいんだっていう、こういう考えで、味の素スタジアムに行った方々、この気持ちとか行動力も本当にね、素晴らしいと思うんですね。本日はですね、まだ何も終わっちゃいねっていうことをこの動画で伝えたいんですよ。それは当たり前のことを何言ってるんだって、思う方もいると思うんですが、まあ、状況としては、まあ、非常に厳しい状況なんですが、これ、選手の方にももし見ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいんですが、選手の方にこれ、絶対に伝えたいことがあるんです。そしてですね、選手の、ここが変わったら、僕はもうほぼほぼ残留は確実にできるんじゃないかっていうところに、この試合を見て気づいたので、そういったところを今日は、この動画の中でお話ししていこうと思います。ので、ぜひぜひまだチャンネル登録してないよっていう方は、チャンネル登録と、あとベルマークボタンですね、通知ボタンの方もポチッと押していただけると、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、それでは、本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、それでは始めていくんですが、まず試合を振り返る前にスタメンの方のね、確認をしていきましょう。まずは、FC 東京なんですが、4-2-3-1 ですね、システムの方が。そしてですね、注目選手というか僕の気になる選手がやっぱり永井選手、それからアダウィトン選手、高木選手もね、サンフレッチェ時代から結構個人的に好きな選手だったんで、それからですね、青木選手とか、あとやっぱりなんといっても長友選手ですよね。そしてですね、あと森重選手など、それからゴールキーパーの畑野選手とか、ものすごくやっぱり、強力ですごいメンバーが揃っている FC 東京なんですが、はい、そして続いてはエスパルスの、スタメンなんですが、本日も 4-4-2 でのスタートだったんですが、前回の、試合との変更点というか、変わった選手がですね、11番の中山選手が、なんかカルリーニョス選手がアップ中に怪我をしてしまって、出場できなくなったということで、急遽、中山選手が右サイドに入って、ベンジャミン・コロリ選手は左に入ったということですよね。そして2トップには、サンタナ選手と、鈴木唯人選手ですね、藤本選手がサブからのスタートというところで、あと大きく変わる選手はいないですよね、いつも通りのメンバーかなというところなんですが、はい、それではですね、ここからは試合を振り返っていくんですが、ここからはですね、いつも見ていただいている、視聴者の皆様、それからたまたまこのチャンネルを見ている皆様、それからですね、エスパルスの、選手の方でもし何かの間違いでこのチャンネルを見ている選手の方でもいいんですが、ぜひできれば最後まで見てほしいんですよね。どうしても伝えたいことがあるんです。6分ちょっと過ぎあたりのシーンですよね。権田選手からのキックなんですが、まあ、ここからビルドアップしていこうよっていう感じで、もう何気ないキックですよね。それを松岡選手が、まあ、なんていうんですかね、ちょっとミスになって、まあ、届かなかったんですよね。で、そこからボールを奪われて、アダインウトン選手に、繋がれて、まあ、思い切りね、ものすごく思い切りのいいミドルを打たれての、失点となってしまったんですよね。ここってはっきり言うとですね、ピンチになる場面じゃないんですよね。それから、まあ、選手の方に聞いてほしいことがですね、ここ松岡選手のミスというか、権田選手にしろもっと大きく蹴ってもいいんじゃないかとか、まあ、ディフェンスはもうちょっと詰めれたんじゃないかとか、いろいろな要素があっての失点だと思うんですよ。ですが、ここ失点をした瞬間にですね、誰か一人でもですね、もう入ってしまったものはしょうがないんだと、ここからもうやり返そう、すぐに取り返そうと、こう士気を上げるために大きな声を出して、行く選手は一人でもいましたかということなんですよね。こういう
ところって必ず試合の勝利につながってくる部分だと思うんですよ。まず声を出せというところですよね。そして意識を変えろということなんですよ。いつもいつもつまらないミスからの失点、これもうエスパルス、今のエスパルスからすればしょうがないことだと思うんですよ。ですがこの切り替えという部分、声を出すとか態度で示すってことは本当誰にでもできると思うんで、こういうところをしっかり変えていかないと、もうここから の戦いっていうのは本当厳しくなってくると思うんですよね。はい、続いてはですね、12分あたりのシーンなんですが、まあ、ファールをしてしまって、そこからのセットプレーなんですよね。で、まあ、エスパルスは、セットプレーに対してはゾーンディフェンスっていうものを使っているんですよね。マンツーマンでつくわけではなく、選手をゾーンで、並べて、守る守備というのをやっているんですが、まあ、これでちょっとあだになってしまったというか、ホナウド選手とイバヤス選手が、なぜか味方同士で、まあ、競り合ってしまうみたいな形になってしまって、ホナウド選手の頭に当たってオンゴールというシーンなんですが、まあ、ここの部分でいうとまずはですけど、まあ、ゾーンディフェンス、まあ、また後でちょっと言いますが、イバヤス選手とホナウド選手同士で、やっぱり声の部分ですよね、ここは俺が行く、ここは俺が行くとか、そういう風にコミュニケーションを取れていなかったっていう部分がめちゃめちゃ大きい部分ですよね。それからそれを見ていた周りの選手が言ってもいいかなっていう風に思うんですよ。まあ、それもまあできていなかったというところと、やっぱりここの失点した場面でも、ホナウド選手に、まあ、すぐに大丈夫だよ、気にすんなよとか、そういったことをもうすぐに駆け寄って言ってあげる選手がいないというところですよね。まあ、さっきの失点とほぼほぼ同じようなミスからの失点ですよね。でここやっぱり何回も言いますが、声を出して元気づけるとか大丈夫とか取り返してやろうよっていう、これものすごく大事だと思うんですよ。声に出さないとわからないことってほとんどじゃないですか。人間ってやっぱりそうだと思うんですよね。まあ、肩をポンポンでもいいかもしれませんが、まあ、しっかりね、声で伝えてあげる。気にするな、大丈夫だよ、俺たちが点取るから大丈夫だよって、そういう風に言ってあげるっていうことはね、ここの意識を変えるっていうこと、本当ここにね、尽きてくるのかなっていう風に僕今回の試合見て思ったんですよ。だからやっぱり3点取られても4点取られても5点取られても、どんなにつまらないミスからの失点だったとしても、自分の仲間だったらしっかり声を出して、なんていうんですか、もう気持ちをこう盛り上げてあげるっていうのが絶対的に大事だと思うんですよ。やっぱりチームで戦ってるっていうことなんで、こういうところの意識をもう次の札幌戦までにもう変えていただけたら嬉しいなっていうふうに思うんですよね。そしてまたしても後半の86分87分あたりのシーンですよね。4点目となる、失点なんですが、ここもやっぱりセットプレーで、コーナーキックから森重選手に、まあ、頭で合わせられてっていうところの失点なんですが、ここについていたのが松岡選手なんですよね。で松岡選手と森重選手、どんなに競り合ってもこの空中戦では勝てるわけがないと僕は思うんですよね。ここなんでこうなってしまったかっていうところが、やっぱりゾーンディフェンスだと思うんですよね。でここいつも思うんですが、まあ、ゾーンとマンツーマンをこう合わせたようなディフェンスに、守り方はしてると思うんですが、僕はねもう、マンツーマンにしっかり変えちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。もうこの選手にはこの選手、この選手にはバード選手、コロリ選手とか、もうしっかりもうマークする選手を決めて守った方が、ある程度効率も良くなるし、失点するリスクっていう部分も減ってくると思うんですよね。ここをゾーンにこだわるっていうのが、僕はちょっとわからないかなっていう感じですよね。はい、それでは最後に順位表の方を見てみましょう。エスパルスは、まあ、16位に、まあ、1つ順位を落として、まあ、16位ですよね。32ポイント、そして湘南ベルマーレが引き分けたことで、32ポイントなんですが、まあ、得失点差の差で、エスパルスの上に来たというところで、他下はですね、まあ、こんなことは言いたくないですが、まあ、17、18、19位のボルティスとか、大分トリニータ、ベガルタ仙台が、まあ、負けてくれたということ、ここがかなり大きかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。そしてですね、今回も、まあ、神がかってエスパルスは16位に、まあ、踏みとどまったわけですよね。エスパルスは確か今季1回も確か降格圏には入ってなかったかなというふうに思うんですが、これを見てですね、選手の皆様にお聞きしたいですが、
サッカーの神様はエスパルスに残れということなのかというふうに思いますか。これ僕はですね、サッカーの神様が降格圏に一度でも入ったら終わりだぞというふうに強いメッセージを出しているんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよ。はっきり言って僕は運も味方して、状況的にはまだ何も変わってないんじゃないかなというふうに思うんですよね。まだ何も終わっちゃいないということですね。選手にはもうとにかくこの意識を変えること、もう仲間を思うというか、仲間を助ける、そして鼓舞する、そしてどんな時でもやっぱ声を出す、とにかくもう試合中お互い盛り上げながらやっていけば、残留っていうのは僕必ずできると思うんで、この意識を変えるだけだと思います。試合的には、これからもかなり厳しいとは思うんですが、本当ここに意識の改革というか、とにかく選手同士で団結するっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そして、我々もですね、我々サポーターももうより一層強く、団結してですね、もうとにかくもう今週土曜日ですよね、もう、中2日で、またホームでとにかく試合がありますので、もう今一度もうとにかくもう、今回の試合は一旦忘れて、この忘れるっていうのもね、悪い意味じゃないんですよ。忘れるにも勇気がいりますからね、辛い思い出に蓋じゃないんですよ。一旦忘れる勇気なんですよ。次を戦うために一度忘れるんです。まあ辛いね、話をするんだったらシーズンが終わってからいくらでもできますから、とにかく土曜日の札幌戦にも全集中ですよね。その漫画見たことありませんが、この言葉なんか好きなんです。全集中、それから団結清水、とにかくみんなで力を合わせてね、この苦難を、乗り切っていきましょう。ということですね、本日は明治安田生命 J1 リーグ第34節、FC 東京 VS 清水エスパルスの、試合をやってきたんですが、いかがでしたでしょうか。この動画がですね、少しでも面白かったよという方は、高評価と、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。